ワンピースネタバレ935は天界予想クイーン VS ルフィ・クイーンの悪魔の実は、ルフィは氷五郎を救うために看守にぶん殴ってしまう。死刑執行だと、叫び声からこの一時によってルフィの罪は深くなる。クイーンも採掘場に到着したことから大看板とルフィの戦いとなるのはほぼ確実と言える。実力が固く、異級と思われるクイーンの強さを考えると、ルフィが容易に勝利することはさすがにないだろう。現象、金を含めて明らかになる可能性が出てきている。地が10億ジャストであったと考えると11から1。2億が妥当と言える。もしも、クイーンで15億く、出すであれば、カイドウの懸賞金の額は通常規模では、ないと思ってもいい。海楼石の女王ありは厳しい海。楼石の女王をつけたままでルフィが勝利するのは困難。バーサスクイーンとはならないジャックよりも強く実力的。には片栗レベルだとすれば、今のルフィなら通せることになる。しかし苦戦は必至。まして海楼石の女王を手にしたままクイーンを倒せるとは思えない。雷像が鍵を探しているが、発見が遅れればそれだけルフィがダメージを受けてしまうと考えていい。バ・ゴーによっては死刑執行というだけでクイーンとのバトル展開にはならない可能性もある。クイーンの脳力、クイーンの能力は怪獣系の古代種か両生類キャラの可能性もある。昆虫類であればモスラ、幼虫、薬剤とは特別関係がない。現状の上位者は全てが珍しい動物になっている。キングはプテラノドンであり、お、ロチ将軍はヤマタオロチ、ジャックはマンモスだったが、クイーンはどんな能力なのか。薬剤のクイーンは無死刑の実という話も出ていたが、古代種で存在する生物というのが可能性として高いもの。飛行能力を持つプテラノドンがキングでしたが、火災という名前を持っていた。寛骸とマンモスもあまり関わりがない。今回の薬剤というのも得ている身の能力とは特別関係がないと言えそう。クイーン能力は怪獣類じゃ。ジャックが動物の古代種、キングが絶滅動物の古代種。クイーンは海の動物の古代種と考えるのはどうだろう。サメ系の最高峰であるメガロドンなども単純に驚異的な強さを誇りそうなもの。見た目から考えると、上部画像925話よりトドやゾウアザラシとかって可能性も出てくるが、それだと珍しさがない種類になる。プレシオサウルスなどが海の恐竜である。首恐竜の代表格ではあるが、体の丸みからそういったため類である可能性もあるのかもしれない。陸海空を全て手にしている気がするが、どちらにせよ海では使えないとなればやはり別路線になるか。クイーン能力は両生類、 OR 昆虫類、ジャックのマンモスが哺乳類であり、キングのプテラノドンが爬虫類となる。進化形態で言えば次に出てくるのは両生類。ちなみに両生類の過去最大クラスの生き物で見てみると、プリオノスが該当する。マニアックすぎるが、形態としてはワニのようなもので非常に強そう。もしくはレスロ線としてよく言われている昆虫類、これも古代種となればいろいろと存在するが、クイーンの体型を考えると、芋虫などが該当しそうに思える。大型の幼虫と日本和の国をかけてモスラの幼虫で成虫したらがになるというのもまた面白い。鱗粉は病的な雰囲気も出していて、薬剤との被りも見えなくはない。鱗粉は病的な雰囲気も出していて、薬剤との被りも見えなくはない。クイーンに勝利、海楼石の錠が外れてしまえばルフィの勝利も10分にある。ビッグマム編だった。ホールケーキでも3小生の一人だったクラッカーを早に打ち破っていた。大看板はジャックとキングを残して、ルフィにクイーンが敗れても他の戦力は10分に揃っていると言える。ルフィが想像を超えて強くなっているなら、その展開もゼロではない。低い確率ではあるが、脱獄時は氷五郎も共に出ることになるのだろう。そして過去のヤクザ路線からいろいろな情報が手に入ると想像できる。京四郎が何者かもそこではキリとするのではないか。ワンピース考察花の
京五郎と京四郎の関係は、新旧ヤクザ抗争があった。うさぎどんぶりに囚われている表示が元ヤクザの大親、フンということが判明した。その名を、花の京五郎。という、しかし、現在の和の国のヤクザ親分は京四郎、京五郎と京四郎の間にヤクザの抗争があった可能性も高い。花の京五郎とはどのような人物なのだろうか。京じイコール花の京五郎州。人採掘場であるうさぎどんぶりに長い間囚われてる京じ。その京じが、一昔前のヤクザの大親分、花の京五郎、ということが判明した。勘十郎もは、の国のヤクザといえば花の京五郎一択であるとし、ており、京四郎というヤクザは知らないという。京四郎と京五郎はいわば、新旧のヤクザの親分とい、うこと、現在京五郎が置かれている状況を考え、では、京四郎の台頭とともに京五郎は失墜した可能性が高いだろう。なぜ捕まったのか。では、なぜ非、五郎は囚われの身となってしまったのだろうか。おそらく、京五郎は、光月家側の人間であったからだろう。当時の和の国将軍は光月すき焼きだ。だと思われる。京五郎もかつては義を貫く侍がたくさんいたが、カイドウ一味がみんな殺してしまったという、京五郎がうさぎどんぶりに捕まった理由として、はすき焼きやおでん等の光月家との関わりが強かったからだと考えられそうだ。オロチと京四郎の対等。光月家の転覆を目論んだのが国産家のオロチである。そして、その御用達の両替屋が居眠り京四郎を、どち側の国の将軍になった際におのずと京四郎の地位も上がっていく、罪人として囚われた京五郎に代わり、京四郎がヤクザの親分として台頭した可能性が高い。ヤクザである京五郎一家と同じく京四郎一家がもともと敵対関係にあったことも考えられそう。だ、光月家 VS 国産家兵五郎一家 VS 京四郎一。いえ、この勢力図からカイドウ一味が国産家と京四郎一。いえに加担し、今の和の国が出来上がったのだろう。京五郎が美織様をかくまった。京五郎が光月家と縁があったとすると、生き残った日織様を兵五郎がかくまった可能性も考えられる。当時の遊郭を取り、切っていたのはおそらく大親分の兵五郎。優、核は男のようなハゲ、カムロ、もう多いため、女のよう。この潜伏先にはうってつけと言える。しかし、非、五郎は罪人として捕まり、京四郎親分が遊郭を誘う。愛するように、小紫イコール日和様説の可能性が高いため。日和様はそのまま花魁として生きるようになったの。だろうか。京五郎と光月家とのエピソードはうさぎどんぶり脱獄後に語られるかもしれない。次の展開に期待したい。